都内のアパートで一人暮らしをしている E さんは洗濯をほぼ日課としている。友人に言うとマメなやつだなぁと言われるらしいが、 E さんは否定してしまう。そんなんじゃないですよ、本当毎日のように洗濯しないと着るものがなくて。 E さんはいわゆる物持ちの悪いタイプである。靴下の片方から始まってシャツやパンツといった大方なくしそうにないものまでなくなっていることがよくあるのだそうだ。そんな E さんの悩みはなくし物ではなく妙な気配であるという。最初にそれを感じたのはある朝、洗濯機に汚れ物を入れている時だったそうだ。視線は唐突に天井付近から発せられた。狭い脱衣場なので人が隠れられるスペースなどあるはずもない。多分気のせいだろうとその時は深く考えなかった。気がつくとわずかな隙間から視線、さらに洗顔中、耳元で息遣いのような音が聞こえたこともあった。その気配が現れるのは決まって洗濯中である。だが E さんは気配よりも脱衣場に備え付けの鏡を見るのがどうにも恐ろしくなってしまったという。自分の後ろに誰かいるんじゃないかってね、それが毎日ですよ。きつかったですね。脱衣場に何かがいると思った E さんは近所のコインランドリーへ通うことにした。幸い最寄り駅までの道すがらであるので真冬や台風でもない限り大変ではない。すると不思議と視線すらも感じなくなり、生活に平穏が戻った。そうして2週間も過ぎた頃、深夜に脱衣場から物音がした。泥棒か、あるいは気配の主だろうかと E さんは布団の中で怯えた。だがよく聞けばそれは洗濯機の回転音らしかった。年季の入った洗濯機もついに壊れたのだろうか。いずれにせよ止めなければ近所迷惑になる。 E さんは諦めて脱衣場に行き電気をつけた。その瞬間ドンドン、洗濯機の蓋が鳴った。それが2度。 E さんは飛び上がって驚いたが、音はやはり洗濯機のものだった。スイッチは手さえ伸ばせばすぐに届く。 E さんはスイッチに向けて右手を伸ばしたが断念した。電源が入っていないのだ。 E さんは混乱を極めた。しかし洗濯機は回っている。いや違う、これはうなり声だ。そう気づくとうなり声はピタリとやみ、代わりに中から、毎日開けろよ、はっきりとそう聞こえた。低く強烈だったうなり声と同じ男の声だったという。それからしばらく E さんは言われた通り毎日洗濯を続けた。そうしている限り特に異変は起こらなかったが、脱衣場の鏡はどうしても見られなくなった。その洗濯機ですか、後輩に欲しいってやつがいたんであげちゃいました。何かが住み着いているのは秘密です。今ではうせものも減ったらしい。だがそう語る E さんの靴下は左右で少し色が違った。私の上司の I さんはとっておきの話をしてやると言って私を飲みに誘った。お前も知ってるだろう、例の工場買収の時なんだけどな。私たちの会社は数年前に北海道のある工場を買収した。業績が悪化している工場だったので、工場の親会社は二つ返事で買収に応じ、トントン拍子で決まった話だった。私が入社する前の話だ。俺が会社を代表して現地に調査に行ったんだよ。愛さんは現地で資産や操業状態を調査するために北海道に向かった。工場長を筆頭に工場幹部全員と打ち合わせをし、終わったのは夜8時過ぎ。お疲れ様でした、ホテルは取ってありますからって言うんだよ。当然夜は会食するつもりでいた愛さんだったが、工場長にこう言われタクシーに押し込められた。
ほら、リストラ対象だったろ。業績の悪い工場なので、買収後工場幹部は全員リストラ対象だった。うすうすそれを感じた工場長に嫌われても仕方がない。ホテルはすごく立派なんだけど、周りが寂しくて何もないんだよな。そのままホテルに入ると、ホテルのレストランで食事をし、ラウンジで2杯ほどウイスキーを飲んだ。他にやることもないので、愛さんにしては珍しく12時前に床に入ったそうだ。寝ていると廊下で何か物音がし始めた。ガラガラっていう、ほら、ワゴンを押すような音、あれだよ。ガラガラと音はうるさく響き渡る。廊下を何往復もしているようだ。もう我慢できないからフロントに文句言ってやろうと思ってな。愛さんが起き上がり受話器を上げるとワゴンの音が止まった。それと同時に部屋の中が明るくなった。部屋の中がなんか真っ赤なんだよ。赤いライトで照らしてるみたいな。呆然としているとガラガラがもう一度鳴って部屋の前で止まった。明らかに気配が俺の部屋の前なんだよ。それとともにもう一つの異変にも気がついた。匂いがするのである。病人とか老人とかの独特の匂い、わかるか。振り返ると愛さんが寝ていたベッドが膨らんでいる。うわ、誰だよ。その膨らみはぜいぜい息をしていることが分かった。完全に固まったよ俺、動けなくなった。するとドアをノックする音が聞こえる。トントンって静かにだよ。俺受話器上げっぱなしだったから、もしかしてうまくフロントに繋がったのかなと思ってさ。助かったと思い弾かれたようにドアに向かう。鍵を開けようとした時、何とも言えない違和感があったという。で、念のために覗き窓から見たんだよ。そこには病院で使うようなキャスター付きのベッドがあった。人は誰もいない。もう俺腰が抜けたみたいになってその場に座り込んじゃってさ。相変わらずベッドの方からはぜいぜい息遣いが聞こえる。愛さんはその場にへたり込み、膝を抱えてそのまま朝まで座り込んでいたという。少なくとも6時間ぐらいは座り込んでいたはずなんだけど、感覚的には30分ぐらいなんだよな。気がつくと朝日がカーテンの隙間から差し込み、ぜいぜいも聞こえなくなっていた。翌日、工場に向かうためにタクシーに乗ると、タクシーの運転手が奇妙なことを言った。お客さん、ここに泊まって大丈夫でした？え？ここ、去年まで市民病院だったんですよ。それがほら、流行の第三セクターってやつですか？お役所絡みのホテルになったんです。それで、私たちみんな出るんじゃないかって噂してるんですよ。工場に着くと工場長はこう出迎えたそうだ。よく眠れましたか？私は時々眠っている間に魂だけどこかへ抜け出している時があるらしく、やけにリアルな夢を見ていて、起きた時にやたら疲れている時はそうなっていた時のようです。どこかへ抜け出している時に見た夢は後日大概本当の出来事となって起こるので、ああ以前どこかへ抜け出している時に見たことは今のことだったのかと思うことがよくあります。その既視感というもので今までで一番印象に残っているのは、以前勤めていた会社でしばらく終電までの残業が続き、間の悪いことに飼っている犬と鳥の餌が切れて、いつも買いに行くペットショップには行けず、コンビニで売っているものでしのいでいて、明日は早めに帰って買い物に行けるかななどと毎日思っていたら、やはり残業で遅くなってしまった日の夜に、自転車に乗っていつも買い物に行く店に出かけ、たくさんの買い物をして買ったものを自転車に満載して帰るという夢を見て、夢から覚めた時、あまり気にしてるものだから夢にまで見ちゃったかなと思っていたら、その後日なんとか日曜だけは休みになり、
さてと本当に自転車で買い物に出かけ、しばらく行った頃、前から私と同じ白い上着姿の人がやはり自転車に乗ってやってくる。その人は自転車の前かごと後ろの荷台に荷物を満載して時々よろめきながらこちらにやってくる。見ればそれは私でした。白い上着姿で自転車に荷物を満載してこちらへやってくるのは私でした。えっとなってもう一度見るとその姿はもうありませんでした。あれは何と思い、その姿があったところで自転車を止めて周りを見てみたものの、もう何もなく、私はそのままこちらへ向かってきていた私がいたあたりで、いたあたりを通り過ぎ、店で買い物を済ませ、かっこ顔なじみの店の人にはあなたさっき来ましたよねなどとは言われませんでした。自転車の前ここと後ろの荷台に荷物を満載し、荷の重さに時々よろめきながら帰り道へ自転車をこぎ出し、行き道で私を見たあたりに来た時に、今や過去の自分となった行き道をやってくる私を見ることになるのかとも思いましたが、その私を見ることはありませんでした。あれはドッペルゲンガーというものではなくて、ただ少し先の時点の自分自身の姿を見たようでしたが、眠っている間にどこかに抜け出してしまった自分を見た人はいるのかななどと思ってはいましたが、眠っている間に少し先の時点へと飛んでいく、後日その姿を自分で見ることになろうとは、眠っている間にどこかに抜け出すことは今でも時々ありますが、自分で自分の姿を見たのはその時だけです。私が家に帰ると父と妹がいなかった。どこ行ったの？やっさんが死んだのよ。やっさんというのは母の妹の亭主である。昨夜腹が痛いと言い出し、救急車で病院に運んだが、そのまま息を引き取ったのだという。母は死因を教えてくれなかった。無理もない。やっさんはクリーニング屋の集配をしていたのだが、集金した金を使い込み、それがバレて返済のため妻の奈美子も再び働かなければならなかったことを怒っていた。心配ばかりかけて。母は奈美子の愚痴を聞いて涙を流していたことがあった。お父さんまで行かなくてもいいのに。私が言うと、男手がいるんだよ。俺も行くよ。お前が行っても役に立たないだろう。母は怒っている。よしみも行ってるからいいんだよ。よしみというのは母のすぐ下の妹だ。結局父とよしみ、おばは定年退職してるし、妹は自由業、時間に余裕がある人間が行ってるわけだ。やっさん夫婦は子供がなく、なみこおばさん一人になってしまった。これからどうするのだろう。一週間後、父と妹が帰ってきた。ご苦労様でした。ほんとご苦労だよ。妹が一週間の出来事を話し出した。告別式のあった夕方、同じマンションに住む女がやってきたのだそうだ。この女、某宗教団体の信者で、以前から奈美子おばを勧誘しに来ていたらしい。私の言うことを信じないから死んだんだよ、ざまあみろ。奈美子はその一言で反狂乱になってしまったのだそうだ。いいよ。姿勢の激しい吉見と妹は今までのお返しとその女を責め立てた。女も負けじと言い返してきた。その間に父が警察を呼び、女は警官に連れて行かれた。大変だったんだな。大騒ぎになっちゃってさ。管理人と両隣の住民が奈美子の様子を伺うようにしてくれることになった。落ち着くまで吉見さんのところにいた方がいいからって。奈美子を吉見の家に連れてきたのだという。お骨は置いてきた。どうして？だって遺骨を持って帰った夜、寝ていた妹を吉見おばあが起こした。
よしみおば。音がする。電灯をつけた。すると音が止んだ。気のせいかなと思い電灯を消す。すると音がする。カリ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 。何？電灯をつける。音は止む。仕方なしに電灯をつけたまま寝ることにした。しばらくすると電灯が消えた。はっとしてよしみが起きる。ナミコが消したのだった。何度電灯をつけてもその度ナミコは消してしまう。ナミコに言い聞かすのは無理だった。よしみと妹は音の出どころを探した。こっちだよ。音は遺骨のある隣の部屋からしていた。二人は襖を開けた。カリ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 。音は骨壺からしていた。死んだんだって分かってないんだ。どうしよう。よしみがやっさんに言った。あんた死んだんだよ。カリ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 。音は止まなかった。翌日相変わらず音は続いていた。寝れないね。うるさいな。よしみは襖を開けた。カリ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 。昨日も言ったけどあんたね死んだんだから。カリ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 。静かにしなよ。よしみは怒鳴った。カリ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 。それでも音は続いた。翌日も音は続いた。昼間はしないんだ。なんでかね。よしみと妹は見えたり感じたりする人。音源は知っている人間だから、だったから怖くはなかったのだという。どうする？もう。よしみは襖を開けた。カリ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 。何か言いたいことがあるのかね。お酒が飲みたいんじゃないの？もう散々心配かけておいて。仕方なく酒を備えた。音は収まった。寝ようとするとカリカリとまた始まった。もう。よしみが襖を開けた。やっさんがいた。やっさんはうろうろと部屋の中を歩き回っていた。うるさくて寝られないでしょ。いい加減にしてよ。やっさんは構わずうろうろを続けたのだという。どうする？いやもう放っておこう。よしみは襖を閉めた。二人はいつの間にか寝てしまっていた。翌朝ナミコを連れ三人はマンションを出た。やっさんはナミコおばさんのことが心配で出てきたんじゃないの？違うわよ。お金よ。パチンコ、競馬、ギャンブルがしたいからお金を探してたのよ。そうか？そうよ。バカは死んでも治らないって。で、お骨はどうするんだ？お墓に入れれば静かになるんじゃないかって。よしみはナミコにすぐ墓を購入させ、遺骨を納めさせてしまった。これは OL として働きながら一人暮らしをしていた数年前の夏の夜の話です。私が当時住んでいた 1DK はトイレと浴槽が一緒になったユニットバスでした。ある夜、沸いた頃を見計らってお風呂に入ろうと浴槽の蓋を開くと、人の頭のような影が見えました。頭部の上半分が浴槽の真ん中にぼっこりと浮き、鼻の付け根から下は沈んでいました。それは女の人でした。見開いた両目は正面の浴槽の壁を見つめ、長い髪が海藻のように揺れて広がり、浮力でふわりと持ち上げられた白く細い両腕が黒髪の間に見え隠れしました。どんな姿勢をとっても狭い浴槽にこんな風に入れるはずがありません。人間でないことは明らかでした。突然の出来事に私は蓋を手にしたまま裸で立ち尽くしてしまいました。女の人は呆然とする私に気づいたようでした。目だけを動かして私を見据えると、ニタッと笑った口元はお湯の中、黒く長い髪の合間で真っ赤に開きました。あ、ダメだ。
次の瞬間、私は浴槽に蓋をしました。蓋の下からゴボゴボという音に混ざって笑い声が聞こえてきました。と同時に閉じた蓋を下から引っかくような音が。私は洗面器やブラシやシャンプーやらそのあたりにあるものをわざと大きな音を立てながら手当たり次第に蓋の上へ乗せ、慌てて浴室を飛び出しました。浴室の扉の向こうでは蓋の下から聞こえる引っかく音が手のひらで叩く音に変わっていました。私は脱いだばかりの T シャツとジーパンを身につけ、部屋を飛び出るとタクシーを拾い、一番近くに住む女友達のところへ逃げ込んだのです。数時間後、深夜12時を回っていたと思います。鍵もかけずに、また何も持たずに飛び出たこともあり、友人に付き添ってもらい部屋へ戻りました。友人は今回のような話を笑い飛ばすタイプで、好奇心旺盛な彼女が浴室の扉を開けてくれることになりました。浴室はとても静かでした。蓋の上に乗せたいろんなものは全部床に落ちていました。お湯の中からの笑い声も蓋を叩く音もしていません。友人が浴槽の蓋を開けました。しかし湯気が立つだけで、女の人どころか髪の毛の一本もありません。お湯も綺麗なものでした。それでも気味が悪いので友人に頼んでお湯を落としてもらいました。その時、全く別のところで嫌なものを見つけたのです。私の体は固まりました。洋式便器の閉じた蓋と便座の間から長い髪がぞろりとはみ出ているのです。友人もそれに気づきました。強胆な友人は私が止めるのも聞かず便器の蓋を開けました。その中には女の人の顔だけが上を向いて入っていました。まるでお面のような女の人は目だけ動かすと、立ちすくんでいる友人を見、次に私を見ました。私と視線があった途端、女の人はまた口をパックリと開き、今度ははっきりと聞こえる甲高い声で笑い始めました。笑い声に合わせて女の人の顔がゼンマイ仕掛けのように小刻みに震え、はみ出た黒髪がゾゾゾゾゾッと便器の中に引き込まれました。顔を引きつらせた友人は叩きつけるように便器の蓋を閉じました。そしてそのまま片手で蓋を押さえ、もう片方の手で水栓のレバーをひねりました。耳障りな笑い声が水の流れる音と無理やり飲み込もうとする吸引音にかき消されました。その後は無我夢中だったせいかよく覚えていません。気がつくと簡単な着替えと貴重品だけを持って私と友人は友人の部屋の前にいました。部屋に入った友人はまず最初にトイレと浴槽の蓋を開き、絶対に閉じないでねと言いました。翌日の早朝、嫌がる友人に頼み込んでもう一度付き添ってもらい、自分の部屋へ戻りました。しかしそこにはもう何もありませんでした。それでも私はアパートを引き払い、実家に帰ることにしました。通勤時間は長くなるなどと言っていられません。今でもお風呂に入るときは母か妹が入っているタイミングを見計らって入るようにしています。トイレの蓋は家族に了解をもらってずっと外したままにしてあります。本田くんは高校生の頃、ゲームキャラクターの像を作るのが趣味だった。材料は紙粘土とプラスチックの板など、大きさは手のひらに乗るくらいで統一していた。 RPG に出てくる敵キャラとか、そういったものでしたね。その頃ハマっていたゲームに出てくるキャラクターはモンスターのほか、神様や悪魔が多かった。当然自然とそういった像が増えていく。10体目の天使は彼の自信作だった。コレクションが10体を超えた頃、友達が1本のソフトと攻略本をセットで貸してくれた。パラパラと攻略本を見ていると、ひときわ目を引くキャラクターイラストがあった。本田くんの造形魂に火がついた。早速紙粘土をこねてそのキャラクターを作り始めた。いつも通り前面はイラストのまま、後ろの面、後面は想像で作った。完成してみると、これがなかなかかっこいい。独特の形状の頭部、長い腕、二対の翼、存在感もなかなかである。他のコレクションと一緒に本棚の上に並べてみた。これまでの作品と比べても格段に出来がいい。まさに最高傑作だった。その最高傑作が完成した次の日、本棚からコレクションが一つ落ちて壊れていた。天使だった。直すに直せないくらい粉々に割れていた。ショックだったが仕方がないとゴミに出した。
次の日、またコレクションが一つ落ちて壊れていた。インドの神様がモチーフのキャラクターだった。頭は粉々、4本ある腕が全て折れていた。またゴミ箱行きになった。2週間経たないうちにコレクションのほとんどがゴミになった。残るコレクションは一つ、この前作った最高傑作だけだ。落ちて壊れないように部屋のテーブルに両面テープで固定をしました。テーブルに像を移動させたくらいから本田君は不思議な夢を見るようになった。いつも同じ夢だった。真っ暗なところに彼はポツンと立っている。周りには誰もいない。誰かいないか大声で呼んでみるが返事はない。仕方なく歩き出す。遥か彼方から何かが飛んでくる。数えきれないほどの小さな黄色い粒だ。その粒が彼を飲み込む。目と言わず、口と言わず、耳と言わず、全身の穴という穴に粒は侵入してくる。息が止まりそうになった時、そこで目が覚めるのだという。その夢を見始めてから体調も悪くなってきました。やたらと立ちくらみと吐き気がする。体育の時間に倒れたこともあった。そんな状態だからキャラクター像を作る気力も湧かなかった。そんな矢先のこと、自宅で寝ていた本田君は不意に目を覚ました。まだ周囲は真っ暗だった。シュッシュッという変な音が聞こえてきた。ベッドから起き上がって耳を澄ます。音はテーブルのあるところから聞こえる。目を凝らしてテーブルの方を見る。何かある。黒い塊に見えた。オレンジくらいの大きさ。それが数個テーブルの上でうごめいている。塊がぐーっと上に伸びる。伸びるときにシュッと音がする。伸びたかと思ったらまた縮む。縮むときにシュッと音がする。本田君は思い切ってベッドランプをつけた。明るくなった瞬間、黒い塊は溶けるように消えた。その時気がついた。あの像がテーブルの上にない。テーブルのところまで行って探したがやはりない。その時ポソンと背後で音がした。恐る恐る振り返るとベッドの上にあの像が立ってこちらを向いていた。ヒッと声を出してしまった。その時像の後ろで何かが揺らめいた。黒く大きな人がいた。顔も体も手足も真っ黒だった。全身から汗が吹き出した。目が離せない。くっちゃっと音がして、真っ黒な顔に真っ赤な口が開いた。そいつは声もなく笑っていた。気がつくとそいつの両側にも黒い人がいた。全員が真っ赤な口を開いて笑っていた。ストンと意識が飛んだ。朝日の中、床の上で目を覚ました。口の中がジャリジャリして鉄の味がする。何かが口の中にあった。ペット手のひらに吐き出した。血濡れになった何かの破片に見えた。ふとベッドを見るとあの像が立っていた。その右腕がなくなっていた。本田君はその日像を粉々に砕いて捨てた。それ以降あの夢もあの黒い人も見ていない。ただゲームキャラクターの像を作ることはやめた。そのキャラクターについて聞いてみた。本田君は少し間を置いてから、それ邪神の一種だったんですと彼はつぶやいた。3年前、先輩2人と山に登った時の話です。A 先輩は山に慣れていましたが、B 先輩と私はまだ初心者でした。最初は順調に登っていったのですが、途中で雨が降り出しました。止む気配がないようだったので、一度中腹の無線小屋に戻ることにしました。ところが、その下り道で地滑りが起き、しかも私が足を痛めてしまい、足止めを余儀なくされたのです。A 先輩は一人で無線小屋へ行き、助けを呼んでくると言い、慎重に山を下り始めました。その日は A 先輩は戻りませんでした。
夜が明けると救助のヘリが見え、私と B 先輩は無事に救助されました。 A 先輩から3時間ほど前に救助の要請があったとの話でした。しかしそのヘリには A 先輩の姿はありません。自分はそのまま病院に行き、 A 先輩のことは B 先輩に任せることになったのですが、次の日に見舞いに来た B 先輩は私にこう言いました。 A のやつ、あの地滑りを越えたあたりで死んだんだってよ。野犬かなんかに襲われたって話だよ。でも A 先輩が死んだとされる時間は私たちと別れた直後、救助を呼ぶ無線は助けられた3時間前のはず。では誰が救助の要請を、私たちが避難していた場所を A 先輩以外の誰かが知っているはずもない。それに無線の主は A 先輩の生命を名乗ったらしい。私はきっと先輩が助けてくれたのだと信じています。必ず救助を呼んでくるから俺を信じてここを動くなよ。別れる前に先輩はそう約束していったのですから。それは私が大学に通っていた頃の話です。母方の祖父は私が高校生の頃に癌で亡くなりました。それから2年ほどして祖父の一つ下の弟のお嫁さんが病気で亡くなったという知らせが届きました。家が遠いことや祖父が亡くなって間もないということで気を使ったのでしょう。知らせが届いたのは葬儀が終わってからのことでした。母は若い頃に一度家出をしたことがあり、その時に祖父の弟夫婦には一方ならぬお世話になったとのことで、せめて線香の一つもあげに行きたいと泣いていました。そこで免許取り立ての私が母と同じ市内に住むおばを連れて祖父の弟の家に行くことになりました。高速道路を使って2時間ほどで祖父の弟の家へ着きました。祖父の弟は長男一家と同居しているということでした。母とおばは昔世話になった頃の話などを延々として言いましたが、二十歳そこそこの私にはその場の雰囲気がつまらなく、その思いが顔にも出ていたのでしょう。母親たちの話が一段落すると祖父の弟が突然私に話しかけてきました。まるまるちゃんの息子さんかい、こんなじいさんの話聞いてもつまらないだろうけど、あんた幽霊信じるのかい。わしはもういつお迎えが来てもおかしくない年になるが、この年まで幽霊がいるなんて信じてなかった。でももしかしたらという気持ちもあった。だからばあさんがまだ生きていた頃に、もしこの世の中に霊というものが存在するのなら、お前が死んでから証明してくれないかと言ったのさ。そしてばあさんが死んで、通夜、告別式も終わり、ばあさんが亡くなってから初めて家に戻ってきた日のことじゃった。ばあさんと二人で住んでいた部屋に入り、布団を敷いて寝ようと思い、蛍光灯を消した瞬間だった。なんと目の前すれすれに死んだばあさんが立ってたんだ。そして一瞬で消えた。その時は葬儀で疲れていて錯覚を見たんだと思い、そのまま寝てしまった。じゃが次の日も、またその次の日も、蛍光灯を消す瞬間に目の前すれすれにばあさんが立っている。そして一瞬で消える。長年付き添ったばあさんが亡くなってしまったので、頭がおかしくなって幻覚でも見てるのかとも思った。しかしこうも連日続くと幻覚とは到底思えない。蛍光灯を消す瞬間にこの世とあの世の境目が見えるのかもしれないと思うようになった。そしてちょうど初七日の日の夜、仏壇に手を合わせて、ばあさんもう分かったから、わしはもう怖いからもう出んでくれよと頼んだ。そしていつものように布団を敷いて蛍光灯を消すと、またばあさんが立っていた。しかしその日のばあさんは今までと違った。わしゃもう来んよと一言だけ言うとすっと消えた。それからはもう二度と出んようになった。その日、角野さんは
彼氏の実家に来ていた。そろそろ結婚を考えていたので、ご両親への挨拶をするためだった。一人暮らしをしている彼のお兄さんも角野さんに会うためにその日は実家に帰ってきてくれていた。そのお兄さんと二人になった時、彼女はこんな話をされた。2年前からお盆の時期になると必ず自分の寝ている布団の周りをぐるぐる歩き回るものが出るのだという。ある晩気配にふと目を覚ますと、ちょうど足元あたりに動くものが、うわっと思い慌てて目を閉じるが、足元から頭の方へ刃物と刃物を合わせる不穏な音が近づいてくる。カシャンカシャンと寝ている頭のすぐよ左横を通り、そのまま頭の真上を通過、そしてまた右横を通って足元へ。飽きることなく布団の周りを回り続けるらしい。怖いもんだから目は閉じてるんだけど、あのカシャンカシャンと音だけは明るくなってくる頃まではずっと聞いてなきゃいけなくてさ、こういうのってどうすればいいのかな。って今日初対面の私に聞く。思わずそう言いそうになった角野さんだったが、未来のお兄さんになる人なのであまり無下にもできない。かといって自分にその現象が何なのか分かるはずもないので、何なんでしょうねと答えることしかできなかった。帰り道そのことを彼氏に話すと、ああ、俺も聞いたことあるよ兄貴、昔からそういうのよく見てたりしてたんだけど、最近は夏になるとさらによく分かんないこと言い出すんだよな。もうすぐ例のお盆だし、何とかしたいんだろう。結婚後、久しぶりに会った義兄は聞いてもいないのにあの者のことを話してくれた。今年のお盆もやっぱり出たんだ。ぐるぐる回ってるだけで特に何もされてないみたいだから思い切って目を開けてみたんだよ。そしたらそいつ刀2本持ってて、歯と歯をこう頭の上で交差させて歩いてるんだよ。歩いてるんだわ。薄暗かったけど、横を通った時によく見てみたら、それ小さい子供だったんだよな。15センチぐらい。お兄さん、それって。そう言いかけた角野さんはやっぱり何でもないですとごまかした。それが何なのかが分かったとしても、出てこなくなるとは覚えなかったからです。斉藤さんが小学校2年生の頃の話である。その日、彼は近所の悪ガキ数人とともに近くの資材置き場で鬼ごっこをしていた。すると土管の陰に隠れようとした友達がうわっと悲鳴を上げた。なんだと思って集まってみると、そこには黒と黄色に彩られた毒々しい色彩の雲が巣を作っていた。大きさは手のひらくらいはあった。都内でそんなに大きな雲を見かけるのは珍しい。しばらくみんなで感心して見入っていたが、仲間の一人が気持ち悪いと言って石を投げつけると、それぞれが蜘蛛の巣に石を投げ始めた。そして運悪く斉藤さんの投げた石が命中し、さすがの巨大な蜘蛛もべっちゃりと潰れてしまった。その時彼は蜘蛛にすまないことをしたという思いよりも、怪獣をやっつけたような爽快感を感じたという。翌朝、母親が浮かない顔で朝食の支度をしている。夢の中で巨大な雲にずっと追いかけられる夢を見て眠れなかったと独り言のようにブツブツつぶやいていた。彼は昨日の件を母親に告げられなかった。そのうち母親は精神状態がおかしくなり、医者通いを始めるようになったが、ある日ぽっくり亡くなってしまった。死因は蜘蛛膜下出血であった。子供のしたことは悪意がないから監督する親の方にツケが来たんだと斉藤さんは大人になってから思ったという。
とある人の体験談。北海道のとある峠を夜弟さんと車で走っていた時のこと。夜で山の中なので当然街灯もない道を走っていると20人くらいの制服を着た高校生らしき集団が歩いていた。近くには民家もないような山奥、星明かりが照らす真っ暗な山の中、無言で一列に並んで歩く高校生。その人はいわゆる見える人なんだそうだが、見えない弟さんもはっきり見たという。下手な幽霊よりもよっぽど怖かったらしい。俺は霊体験もないのだが、ただ一つ不思議な話を親父から聞いた。親父は真面目で嘘をつくような人間ではない。毎朝山仕事で家の近くにある山に行くのが日課になっており、その日も山で作業をしていた。人の声が聞こえるから声のする方に向かったが、声のする方との距離は縮まらず、姿形は全く見えないが、聞こえる声は、今日は3人の客が来るから大急ぎで支度をしなきゃならないと言っている。一体何事なのかといぶかしんでどんどん山奥に入っていくと、突然声は聞こえなくなり、あたりはシーンと静まり返り、今いるところがどこか全くわからない。ふと川の流れる音が聞こえ、その方向に進んでいくと、小川の向こう岸にヘビ、カエル、ネズミ、鳥などいろいろな動物の死骸が3つこんもりとした山の形に積まれている光景が現れた。それを見た親父はどこをどう走ったか、もう無我夢中で駆け、蒼白の顔をして家にたどり着いた。それ以来親父はその光景を見た山に入ろうとはしなかった。志村さんが小学5年生だった頃のある夏休み、いとこの家族が四国にある志村さんの家まで遊びに来た。で、午後になったら親たちはデパートに買い物に行っちゃって、志村さんはいとこたちと3人で留守番をしていたそうだ。しばらくいとこの兄と一緒にファミコンをしていると、これやってみないと妹の方がホラー漫画の雑誌を片手にそう言い出した。その広告ページには恐怖テレフォンなるものが載っている。テープに録音された怪談番組を聞けるという子供向けの電話サービスのようだ。ファミコンにも飽きてきた二人はすぐにその誘いに乗った。電話の周りを囲みプッシュボタンを押す。呼び出し音も鳴らずにすぐに向こうへとつながった。モニター機能にしたスピーカーからのぶとい男の声がする。これは本当にあった話である。来たよ来たよ。三人はクスクスと笑い合った。しかし恐怖テレフォンの内容は全くの期待外れだった。小学生でも聞き飽きたありきたりの怪談話を延々と流し続けるだけ。ホラー映画を見慣れていた三人には全く刺激が足りない。こんなのでお金取られるの？子供ながらにバカバカしくなって、そんな不満を漏らし合った。やめよっか。そう言って志村さんが電話を切ろうとした時、突然妙な雑音が入った。林の木々の葉が風にざわめくような音だったという。伸ばした手が止まる。音は次第に大きくなり、男のナレーションをかじ消していく。何これ？妹が不安げにそう言う。雑音の中から別の話し声のようなものも聞こえる。電話が混線したのかもしれない。三人は耳を澄ました。するとスピーカーの向こうから、今から行くよ、甲高い子供のような声が響いた。三人は同時に悲鳴を上げた。
志村さんが走り出したのを皮切りに皆で庭の方へと飛び出した。まあそれも恐怖テレフォンの演出だった可能性もあるかなと。今ではそう思う時もあるらしい。しかししばらくして親と一緒に確かめた時には子供の声はおろか雑音すら聞こえてこなかった。だからわからないんです。でも怖かったんですよ、その時は。結局小学生の志村さんたちはそのまま家に入れずに庭で親の帰りを待つしかなかったそうだ。すぐ近くで車のエンジン音が聞こえた時には本当にほっとしました。親の車が帰ったのだと庭の入り口を見た。見たこともない軽トラックはゆっくりと庭に入ろうとしていた。運転席には誰も乗っていなかった。泣きながら外の道路に逃げ出した子供たちの後ろで長い長いクラクションの音が一つだけ響いた。岩尾さんは数年前、友人たちと4人で出ると噂される心理公園を探索していた。目的は心霊写真の撮影。雑誌に掲載されるともらえる2万円の賞金が目当てであった。森林公園というだけあって草木がうっそうと生い茂るその光景はいかにも何かが出そうな雰囲気であった。岩尾さんたちはポラロイドカメラを手にその暗い夜道を電灯も持たずに歩き、映りそうだと思った場所を手当たり次第に撮影した。だがそれらしきものが映ることはなかった。岩尾さんたちは撮影を断念すると愚痴を言いながら車に乗り込んだ。そして最後に公園の周りを一周してから帰ることにしたのだが、なんだ。車の後部座席に座っていた岩尾さんは窓の外から誰かの視線を感じた。岩尾さんが目を向けるとそこには電柱に寄りかかりながらこちらに体を向けている女の姿があった。女には頭がなかった。女だと分かったのはそれがスカートを履いていたからである。岩尾さんは声が出せなかった。岩尾さんは声が出なかった。正確には出せなかった。今友人たちにあれの存在を口にすると悪いことが起きそうだと予感したからだ。それから30分後、あのさ、公園から離れ隣町までやってきたところでようやく岩尾さんは先ほど目にした存在を口に出すことができた。しかし、はいはい、分かった分かった、なあ、もういるわけないだろう。運転席と助手席に座っていた二人は当然のように岩尾さんの話を鼻で笑い飛ばした。だが、実は俺も。岩尾さんの隣に座っていた友人も奇怪なものを見たという。ただ彼が見たのは岩尾さんが目にしたものとは別のものであった。その友人が見たものは宙に浮く女の生首。生首はしばらくの間ずっと車の後をついてきていて、恐怖で怯える友人をあざけり笑うような顔で見つめていたという。多分その生首は俺が見た胴体の持ち主だと思うんだ。岩尾さんは話を終えるとタバコを灰皿に押し付けた。富士山御殿場側の5合目にて、ある家族が車で5合目まで遊びに来た。別に登山するつもりじゃなくて、単に遊びに来てみただけなんで、準備も何もなし。その日は天気がすごく良くて、その場所から頂上がよく見えたそうだ。頂上まですぐ行けそうなくらい。そこで父親がちょっと行ってみてくると家族から離れて山を登り始めた。家族は止めたが大丈夫だからと言ってしまった。するとそれから5分も経たないのにあれだけ良かった天気が崩れ、山を登る父親の姿は見る見るうちに湧いてきた霧に飲まれて見えなくなっていった。
家族は慌てたが、悪天候のため追いかけることもできず、付近の山小屋で父親の帰りを待っていたが、父親はそれっきり帰ってこなかった。天気が回復した後、捜索が行われたが、遺体も見つからなかったそうだ。あの店、当時はいつも長蛇の列で全然入れなかったんだよね。数年前、笹本さんが環七沿いの某有名ラーメン店の前をバイクで通りかかると、いつもは長蛇の列なのに珍しく行列ができていなかった。後ろに乗ってる彼女に食べてくというジェスチャーを送ってから、ふと前を向いた瞬間、前方の車が急停車、バイクが車に激突する瞬間、笹本さんは彼女を守ろうと体を突っ張った。宙を舞った数秒後、気がつくと路上に倒れていて、両足が太もものところで折れ曲がり、自分のチーンの上に膝が来てたんだよね。履いてたジーンズは足の肉と一緒に弾け飛んでいた。意識はあり、アドレナリンの大量分泌で痛みはなし。ああ、明日仕事どうしよう、とかのんきに考えてたそうである。しばらくして自分の横にも誰かが倒れていることに気づき、ふと横を見ると血まみれになった男が数人、自分と同じ体勢で倒れているのが見えた。ああ、巻き込んじゃったんだ。絶望的な気分になったところで笹本さんは意識を失った。病院のベッドで目を覚ますと、奇跡的に無傷だった彼女がそばで泣いていた。他の巻き添えになったバイクの人たちは？すぐに笹本さんが尋ねると、彼女は不思議そうな顔をして、笹本さん以外に怪我人はいないと答えた。そして少し考えてからこう付け加えた。ただ事故直後、彼女が倒れている笹本さんに駆け寄った時、笹本さんの頭のところには大量の花束が置かれていたという。死亡事故の多発地帯らしいんだよね。後で警察の人に聞いたんだけど、俺が事故る2日前にも2人バイク乗りが死んでたらしい。その2人は笹本さんが倒れていた場所で絶命したそうである。父が知り合いの吉田さんから聞いた話。その時吉田さんは困っていた。弱っていた庭の猿すべりを伐採し、自分の好きなしだれ桜を植えようとしたのだが、どうしてもうまくいかない。桜がきちんと根付かないのだ。吉田さんはプロではないものの園芸が趣味で、植栽の知識があった。しだれ桜に合うように土壌改良をして薬も散布した。時期も適切なはずだった。しかし何度やっても桜は根付かず、数日で枯れてしまうのだった。何が問題なのだろう。吉田さんは頭を抱えた。そんなある日、吉田さん一家と古くから付き合いのある B さんが訪ねてきた。 B さんは荒れ果てた庭を見て驚いたようだった。吉田さんは恥ずかしくなって、何度桜を植えてもダメになるのだと今までの経緯を話した。その会話の途中で B さんがふと、そういえば親父さんはサルスベリが好きだったねと漏らした時、吉田さんはあっと思った。すでに亡くなっている吉田さんの父親も吉田さん同様園芸が趣味で、サルスベリは父親のお気に入りだったのだ。もしかして。今度はサルスベリを植えてみた。すると信じられないほど急速に成長し、夏には見事な花をつけたという。普通木を植えた最初の1年で花がつくことはないそうだ。祖父に怖い話はないかと尋ねた時に聞いた話。祖父が祖母と一緒になったばかりの頃、親戚で不幸があった。
祖母が身重だったため通夜には祖父一人だけで行った。故人と別れを済ませ家を辞した時には夜半を過ぎていた。参道を急いでいると前から誰かが歩いてくる。見たことがない若い女だった。こんな時間になんで。祖父は不審に思ったが故人に縁のある人かもしれないと会釈をした。女も会釈をしてすれ違った。ドン。すれ違った瞬間に背中を押され、祖父は前のめりにつんのめった。何すんだ。驚いて振り返ると誰もいなかった。さっき歩いてきた参道が続いているだけだ。どこさ行った。付近の木陰や草むらに人の気配はしない。どこかに隠れたのではないようだった。そもそもあんな一瞬で隠れるのは不可能だ。じゃあどうやって消えたのか。突然見慣れた参道が異界のように思えてきた。暗闇から何かが見ているような気がする。わーっとダッとのごとく祖父は駆け出した。半狂乱になって家にたどり着いた祖父は遭遇した怪異について祖母にまくし立てた。祖父が帰るのを寝ずに待っていた祖母は眠気で不機嫌な顔をさらに歪めて祖父を一喝した。おめえはぼやっとしてっからそんなにバカされんだバカ誰が。それから説教された。あん時は恐ろしかった。婿養子のため肩身が狭い半生を強いられた祖父は遠くを見るような目つきで私に語ってくれた。そんな祖父ももういない。女が恐ろしかったのか祖母が恐ろしかったのかは聞けずじまいだった。俺は週末よく筑波山に行くのだが、峠道走ってるとやたら小さな獣道があるのが目につくんだよ。まあ大抵そういう道は森林伐採のための通路だったりするんだけど、知り合いの話だとそのうちのどれかは昔の防空壕に続いているらしくて、そいつは中に入ろうとしたらしいんだが、何かとてつもない気配を感じて逃げ帰ってきたとガクブルしながら話してました。彼女はお盆が来ると野菜に手足をつけ馬を作る。また小さい頃から決してカゲロウを追いかけない。尋ねるとカゲロウは死人を運ぶの。カゲロウじゃない、いいのか、カゲロウでいいのか。もう一回行きましょう。尋ねるとカゲロウは死人を運ぶの。見て、あのカゲロウは背中に3人も乗ってる。彼女曰く、カゲロウの背中に乗っている人たちはそれぞれ自分の家で降りて元の大きさになってスーッと流れるように家に入っていくらしい。嬉しそうに目をキラキラと輝かせて話す彼女に寒気を覚えた。猫を室内で複数飼っていると夜に突如大運動会が勃発することがある。場合によっては被害甚大。瀬戸物を割りカーテンをボロボロにし、飼い主の額に3針縫う怪我を負わせたりする。上村さんが寝床で本を読むのをやめ、そろそろ電気を消そうかと思っていると例によって運動会が始まった。ででバタン。どこかで何かを倒したらしい。布団を頭までかぶって構わず眠ろうとする。どこかにぶつかったり短く中断したりしながら運動会は近づいてくる。踏まれた。1匹2匹。こら丸フチ。起き上がって怒鳴る。足元で丸まっていたフチが迷惑そうに顔を上げた。上村さんの家で飼っている猫は2匹だ。